はい、どうもメッスです。いやー、ついに来ました。今ですね、時刻が11時2分ということで、デイリーボーナスが切り替わって、今日成功すればあのね、ガチャ券がゲットできると。うわー、これ失敗したらね、多分届かない。まあそうだな、とりあえずデイリーボーナス成功しないと始まらないんだけど、個人的にはまあマラドーナかロナウドかな。まああのコスタクルタも強いとは思うんですけど、まあ俺アラウホ持ってるし、でプラスね、あのコベルだけはあのゴールキーパーだけはやめてくれ。マジで動画のネタにね、映え的にちょっと厳しい。まあ弱くはないんだけどね。まあとりあえず成功しないと始まらないということで、さあ運命の PK 戦です。まあ余裕でしょ、さすがに余裕で成功しちゃうよ。怖、大丈夫だよね、ここずーっと左で、あぶねー成功届くよね、多分届くと思う。あ、オッケーオッケー、届いたね。おーい、ゲットー。さあこっからもう一個波を越えないといけない。はいはいはい、来ました。まあコスタクルタでもね、まあみんな的には多分コスタクルタが一番の当たりだと思うんですけど、俺的にはマラドーナかロナウド。まあまあまあ 50% 当てるでしょ、コベルだけはお願いします、コベルだけは。来るなよ。さあ誰だ、ロナウドだー。おー、はい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 、いいよ、うんうんうん、悪くない。今日はロナウドが主役ですと思ったんですが、マラドーナ使っていきたいと思います。いやー、あのね、サブアカもね、一応デイリーボーナスやってたんですよ。でちょうどね、サブアカの方も今日ゲットで、あのたまたま引いたらね、ちょっとやっぱマラドーナ引いたんで、やっぱねエピックの方が使いたいということで、今日はマラドーナで行こうと思います。いやー、強くないですか？ブースターがテクニックで、この能力見てよ。まあ、ただね、唯一、はい、もう欠点、明確な欠点としてはやっぱナンバー10。いやー、これね、ナンバー10扱える人は本当にすごいと思う。いや、俺はね、マジで、ナンバー10が嫌いです。まあ、ただ、まあ、この能力値よ。いや、かなりやってくれると思う。よし、行きましょう。で、サブアカね、あの、ほとんど動かしてないサブアカなんで、まあ、今ね、慌てて、マンチェスターユナイテッドの、パックを買って、こんな感じになりました。はい。ということで、やっていきましょう。お願いします。さあ、ということで、試合マッチングしました。よろしくお願いします。サブアカなんでね、ちょっとやっぱリーグ戦は一応行かずに、はい。クイックマッチになってます。さあ、マラドーナ、調子性能、トーン。おー、好調。うわあ、これなあ、ほんとになあ、ちゃんめとかさ、リンクだったらさ、全然、余裕でガチスカ入るレベルなのになあ。ああ、ナンバー10なんだよね、結局。もう、なくしゃいいのに、ナンバー10。やばい、やばい、ちょっとなんか画面がおかしい。画面がおかしい。画面がおかしい。画面の設定直させて。画面がおかしい。画面がおかしいが、マラドーナ行けー、ダメだ。ちょっと。画面直したい。何この気持ち悪い画角、これ直したいよ。はっはっ、なかなかボールが切れない。いつもの画角になった。オッケーオッケーオッケー、よーし、これで存分にやれるぞ。マラドーナファル。はいはいはい、これはいい位置だね、フリーキック。ああ80ならかなり曲がるね。オッケーオッケー、わかりました、計算します。ここでドンピシャ。オッケー、ああ入りました、ありがとうございます。オッケー、あぶねー、イエスイエスイエス。はい、トラップテレー、行こうぜマラドーナ、行こうぜ、こうして、はい、いっちゃおう、ナイスそりゃそうなるわ、つえーもん。はい、ナイス。さあマラドーナになんとかつなげたいが、無理か、取れる。はあ、マラドーナ、あ、ファール、あー、オッケー、これでハットトリックか。さあマラドーナ行こうか、いつも大好きなコース、左側へ、決まれ、頼むよ。あさあマラドーナトラップてる、いいよ。いやー、これもさっきと同じ感じで、こっからドローオープン、いけるか、オッケー強いです。あーギブですね。いやー、ナイスハットタレック。次行きましょう。さあ2試合マッチングしました。マラドーナの調子はどうだ、せーのドン。おー、オッケー。まあ、ちょっとねガチャもやったので、
2試合で終わろうかな今日は。はい、まあクイックマッチだし、なかなかね、ちょっとできればリーグ戦とかでね使用感試したいんだけど、まあサブアカだとねちょっとやっぱそうもいかないので、まあまあまあちょっとクイックマッチなんでね、この試合で終わりましょう。ほらーもう変なの来たもん、クイックマッチだから、おらー決めるー。あやばい、あやばい、あー入れられた、はいはい、あーなるほど、オッケー、マジで地獄見せるわ。おマラドナ、いやナイスパス、オッケー、うわー決めろよそこ。マラドーナ、マラドーナー決めてー、とりあえずね今6球 OKOK、 とりあえず同点ね。いやーちょっとなー、こっからマラドーナハットトリックは厳しそうだな。あれ相手急に動かさなくなっちゃったな。えいいんすか、あざすあれいいんすか、あざす決めれー。相手放置してるならちょっと5人抜きとかできないかな。これでこうして、これ一応1人抜いたってことでいいよね。1人抜いて、はい2人抜いて、はい3人抜いて、あーちょっと待って、マラドーナで決めさせて、これ、はい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 、よくわからんが、はいマラドーナ、いやマジ、ちょ待って、ちょいちょいちょい、マラドーナ、はいオッケー、なんやこれ、パフォールの忘れたし。さあラスト3試合目ね、サクッといきましょう、お願いします。おーマラドーナ普通ね、オッケー行きましょう、はい、よろしくお願いいたします。いいよいいよマラドーナ、おーいい位置でファールだね、これ厳しいか、いやでもこれ入ったらすごいな、こんぐらいギリギリ、どうだ来い、あるうおイエス、はいマラドーナいいよ、これちょっと全員抜かして、あれ守備やる気なくなっちゃった、おわおっしゃあるか、押し込め、うわめちゃくちゃ、あらあら萎えちゃった、あれ萎えちゃった、萎えてしまった、マラドーナが強すぎて、おいつさん、なえてしまった、おお、いや待って、まだやるのどっち、終わるなら終わるでいいんだけども、はいナイスー、マラドーナ決めたいね、チョーンとしていったれー、オッケーナイスーあー泣いちゃったかな、あーはいはいはい、ちょっと聞いてない世界出してる、はいはいはい、かっこいい、いやなんかここで鳥かごしてるけど、うん君普通にやられてっからね、うん、けっ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 け